強く曲げて横曲げの運動、左横に曲げてもう一度ぐるり、左の声を出してその場で膝と足首を柔らかく使いながら音の位置まず体のチェックっていうのが非常に大事だと思うので、我々体を使って仕事をしますから、その辺の動きを確認したりすることで非常にメリットがあると感じてます。現場では段差にも気をつけて、作業中は周囲をよく注意するように、反対側でも大きく体を回す、僕は逆にラジオのコロナになっても体を動かさなきゃいけない、適当な空間をとって体を動かそうということで、ここのところ、去年から参加される方がかなり増えてましたね。逆に、はい、1、2、3、4、5、6、腕と足の運動1、2、3、4、腕を横に。テレワークが多くなって孤独感を感じる人もいたと思うのですが、ラジオ体操をすることで1日1回顔を合わせることができるので、そういったことからも心身の健康のためにもラジオ体操を始めました。横曲げです。左